はい。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 違和感なければ、入れ替えちゃって。でもいいよ。じゃあ間を開けましょうか。今から台本でこうやると二人して被っても許してもらえたりだ。まあ、そこからであと12分後にじゃあ投資を始めますので。2011年。今日は静川病院に入院してた。営業が終わって2時半ということで買い出しだったり夜の仕込みだったりをしていた。小学校の方で帰りの会をしてて、ちょうどさよならって言った時に地震が起きました。何かわからない。いやーちょっとね、楽しみではあるんですけど、まあ、まだちょっと消化不良のところいっぱいあるんで、あと1回通せるもんね。それでちょっとかっちり決めたいと思います。やってみて、いろいろとちりましたね。ちゃんとやりたいです。本当に、うん、いや個人的にはすげえ緊張してしまって何もできなかったっす。いやでもなんか作品やっぱいいっすね。これ始まる前は緊張してなかったんですけど、始まってからなんかだんだんすごいいろんな思いとかが蘇ってきたというか、すごい気持ちがちょっと焦りがあります。焦りがあります。いつもそうですね、本番になるととか投資になるとうまくいかないことって結構あって、その時にどうサポートしてあげたらいいかなとか結構あるんですよ。稽古の時いい感じで本番出ないはもったいないから、やっぱりね、本番で120取ってやったぜぐらいになってほしいなとかなって投げたらそれをもらってお前って投げてる、あれがいい感じになって、要は大ちゃんのね、未来の震災の中たどり着けなかったそれ以上の未来を作りたいっていうところにだからちょっと上がってってほしいよ。そこで M はもう追っかけで構わないで一番最後にしちゃう。じゃあ曲はもう最後海があるおかげで生活できてるので、やっぱり海はなくてはならない。自分で野菜を自分で支援、自分で商売やってる人ってかっこいいなと思っちゃうんで。ひろちゃん被るの？もうちょい見た。よそが来た人たちがいて話をしてくれるっていうのは嬉しい。それはまあもしかしたらでしょ、心配なくて。ここは入ってる。多分行ってしまうと今度はセンター下がどうなるか分かんないんで、多分一回そこでセンター下に行って今度センター下に行って動いちゃっていいから、はい、道も見に行ってください。ということで半分の方に投資します。はーい、マジか。橋本さんは大丈夫でしょ。入るじゃない、そうするとカメラもう一回アッピンと合わせ直しでしょ。大変。でもまあその VTR が流れてる間になんとかやってしまうから、うん、じゃあ問題なければ多分全然大丈夫だと思う。 OK、 じゃあそれでお願いします。南三陸の人たちからすごい感動いただいたので、そのいただいたものをそのまま舞台でお伝えできるように頑張ります。南三陸の人たちの言葉に負けないように頑張っていきたいと思います。私は今までお世話に支えてくれた方々に感謝を込めて精一杯頑張ります。そうだな、なんかこう南三陸の人とそこに関わる人たちとで私たちのこうなんかエネルギーがふーんってなって大きくなってファーンってこう届くといいなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします。まあ緊張するんで、まあ、楽しもうと思います。それだけもう自分のことだけ頑張ります。すげえどうかよどうぞ。すごい結構感動的なことみんな言ってました。お前何してくれて締めろよ。はい、もうねみんな連れてきてよかったなって感謝されるような時間にしたいと思います。お前滑ったぞ。ダメだな、なんだろう、なんかすごいいいこと言うのもほんと失敗するな。つけてもう自由にやっていただければいいと思います。
です、震災のテーマだから楽しくとは言いにくいけど、しっかり向き合って成功しようとかうまくやろうっていうんじゃなくて、ちゃんと向き合ってあとは好きにやっていただければいいじゃないかなと思います。ここやっぱり作りながらね、リアルタイムで操作をして、どんどん変化していくのはやっぱ追っかけていくのは大変ですけど、すごい楽しんでやらせてもらってます。はい、本番はできるだけ間違わないように頑張りたいと思います。これみんなが作ってる空気ですから、この空気に負けないように。結論なんか言って適当、いいこと、いいこと。みんなの気持ちを知ってるから、いいこと、いつもやってる、いいことは泣くの、泣くの、泣きそうだよ、本当に。ごめんなさい。ちょっと、まあ、楽しんでください。美味しい、キラキラ丼を食べてください。はい。なんでダメだ。閉めるときは閉めるんだぞ、ピュンって。101です。102 103 104 105 106 107、はい、マンションゲーム、マンションゲーム、ランタンから101から103へ。もうダメじゃん。わーわかった気がする、わかった気がする。マンションゲーム、マンションゲーム、ランタンから103から101へ。101から102へ。皆さんこんにちは。南三陸研修センター事務局長の阿部です。楽しかったですね。正直こんな震災のテーマを扱って楽しかったっていうのは語弊があるのかもしらんけど、そして思ってた以上にみんながエネルギッシュに演じていたので、なんかそういう、なんだろうな、南三陸のでエネルギーをもらってこういう感じだったんだろうなって思う。いや、今年ならではやっぱり町で被災の体験があった人だけじゃないヒアリングになったっていうところかな、やっぱり。なんか私たちも震災をきっかけにして南三陸を知ったし、だからなんかこうより身近に感じるっていうか、私たちにこう なんていうのかな、属性が近いみたいなこう人たちの話をこうも聞けたから、すごくこうなんかすごい私たちにつながるこうグラデーションを見たみたいな気持ち、ちょっとうまく言えないんだけど、なんかそんな感じがあって、でもなんかみんな南三陸のことが好きなんだなっていうのはもう本当に共通で感じるから、なんか不思議と思 う、ね、南三陸がどんどん好きになっていく度合いがもう日に日に、ね、変わっていくからね。何なんだこいつら、こいつらって、まあ自分らもそうだったんだけど、なんだろう、なんかもうどん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 思いが溢れてきちゃって、なんか終わっちゃったって感じがすごい今してる。音響のね、橋本さんとかも手伝ってくれて、もう彼がいなかったらきっと配信っていうものに関してはもう成立しなかっただろうなっていう感じですね。どんなことであっても難しいと感じる部分は必然的に出てくるっていう感覚はあって、でそれはなんて言ったら、やっぱ本気で
取り組んでるから困難もあるだろうなっていう、だからそれも楽しんで、いやもうなんかやっぱりね結構こう準備とかね、どうまとめるかに追われて多分手がね4本5本ぐらい欲しかった感じなんだけどでもね最後本番の時はちょっと余裕、まあ、ちょっとしたミスもあったけど余裕ができてお話に入れたのね、だから最後結構感動してきちゃって、そう楽しかったです。はい、やっぱり関わってよかったなって思いました。すごい感動しました。人に感動しました。すごい食べ物美味しいとかもあるんですけど、南三陸は人が感動する芸術作品だなと思って、人が作品だなって思ってます。いやさっきちょっと裏で話したんですけど、本当にこういう公演は毎回やっていきたいなと思って、なんかなんすね、まあちょっと演出の柿さんの話しててなんか素直にこうみんなに見てほしいって言える公演だったなと思って、なんか本当になんか思ったのは幸せ者だなっていうのをめちゃめちゃ思いました。で、まあなんかそのなんだろうな、まあやっぱ震災のこととかいろいろ思い出すけど、なんだ今私もすごい演じるのがすごい好きでやってるし、なんだろうな、それ一緒の作品、こう震災の時の作品をなんかこんなすごいなんか楽しくてなんか一生懸命っていうか泣いてくれる、なんか本気でなんか南三陸を思ってこうやって作品を作ってくれる方々と一緒に。なんかすごいできて幸せだったなっていうのと、この作品がもっともっと世に広まれば私も幸せだなって思います。ありがとうございました。